い、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリーターさんからではなくて TH コンプリーターさんの、K さんという方ですね。この方の、動画を見ていきたいというふうに思います。この方ですね、K さん。K さん、関西クラクラクラブにもサブアカウントを置いてくださっていて、まあ、そのつながりもあって自分 TH コンプリーターさんのご撮影やらせてもらっているんですけども、自分の動画ですね。クラン体制の動画を基本的に扱っていっていますので、タウンホール11から13まで幅広くやってまして、皆さん、タウンホール帯は違えども、クラン戦で前回取れるかどうかって、すごいそのクランに対する、貢献心とかもね、そこに入ってきて、まあ、モチベーションの大きな部分になってくると思うんですね。まあ、それが全てではないと思う。なので、まあ、そういったところっていうのをですね、参考にしてもらえるような動画、どんどん上げていきますので、ぜひ、最後までご覧いただいて、もしですね、あ、これいいなと思ったら、グッドボタン押してもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。また、チャンネル登録なさってない方いらっしゃいましたら、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。というところで、ちょっとですね、TH コンプリーターさん来て速攻で申し訳ないんですが、離れて関西クラクラクラブ、今朝のタッグ見に行ってみたいと思います。さあ、では見ていきましょうか。合計5本ですね、行ってみたいというふうに思っているんですけども、基本的に K さんの、ね、スーパーネクロマンサー戦術、基本の形は同じなんです。ライトニングとクエイクを使って、ここですね、今回、違う、こっちじゃないわ。ここですね、折っていって、そこに、こう、グランドウォーデのカットがですね、到達するように、こう、削りを入れていきます。で、幅広くこう削るんですね。で、その、どちらのサイドからか、スーパーネクロマンサーを出すことによって、それぞれが、ここ行き来しなくなるんですね。片一方の方向しか進まなくなる。今回、タウンホールが、3時側にあるんで、3時方面からこう、招きを入れていくという感じですね。しっかり削りを入れても、絶対に、こちら、9時方面には反れないぞという格好を作ってから入れていって、ね、非常にお見事です。で、このスーパーネクロマンサー、何がいいかって、何せもうビッグボーイがまず強い。こいつの体力と攻撃力が半端なく高いっていうのが一つと、スーパーネクロマンサー本体がやっぱですね、体力がめちゃくちゃあるし、攻撃力もめちゃくちゃ高いんですね。なので、今これ、相手の防衛軍が、ストライカープラスの、スーパーガグル出てきてるんですけども、本来空飛とかだと結構嫌な援軍じゃないですか。なんですけども、ストライカーに関しては、これなんだ、グランドボーデン、が多いな。すいません、グランドボーデンにこう、来たストライカーを、スーパーネクロマンサーがひょいっとこう倒してくれて。で、スーパーガーゴイルの攻撃に関しては、ビッグボーイがググッとこうね、受けてくれる。の、盾と攻めの、役割っていうのをうまく果たすんですね。で、後ろにヒーラーがつくことによって、これ今、タウンホールすらも、トームスカーズに突破していっちゃったじゃないですか。で、今これ、クロスボウにガンガン撃たれていますけど、投石機もあって。だけど、やっぱりですね、こう、ヒーラーが後ろからついて、これ、レイジヒーラーの形なんか作った日にはもう、ネクロマンサーやられないんですよね、全然。まあ、これ、体力が一瞬赤ゲージになったり、スーパーネクが言いましたけども、レイジヒーラーで一気にこう回復して、また緑ゲージ、体力満タンまで戻しちゃうので、いたちごっこなんですよ、本当防衛と攻め手側の、やりとりっていうのは。まあ、というのがやっぱ強みですね。で、さらに、これ、ジャンプでこっちまで入ってきたら、壁ここ簡単に、砕いて、スーパーネクが外に出てきましたよね。こんな風に、単体の攻撃力が、このビッグボーイもスーパーネクロマンサーも高いので、壁が豆腐みたいにどんどん壊れていっちゃうんですね。まあ、というのも、かなり、お得な要素です。まあ、どこに行くか分かんなくなっちゃうっていうのは当然あるんですけど、壁をね、殴り開けるような方っていう。なんですけども、今みたいにこう確実に誘導できて、この区画に必ず入るよってことが分かっていれば、まあ、こっちに出ても、そんな大差は影響ないですよね。まあ、どちらかというと、こっちに出る、パターンの方が、高いってことカットするんです。こんな風な感じで読んでいって、あとは最終、このシングルインフェルノ2個の島区画、結構やらしいんですけども、一つは、アーチャークイーンが、追ってくれて、でもう一個は手持ちで持っていったネクロマンサーのスケルトン、プラススーパーネクロマンサー、ビッグボーイ、こいつらが壁を、先ほど同様殴り開けて、そのまま壊していくという形になっています。こんなような島型配置だったら、普通スパネクやんねえだろうと思うんですけどね。A さんも本当に今スパネクにものすごい絶大な自信を持ってるんで、どんな配置でもスパネクで取っていっちゃうんですよね。なので、まあ、それを今日皆さんにお伝えしたかったところですね。すごい参考にならないですか？こんな配置スパネクでいけるんだって思うんじゃないかと思うんですよね。で、どっちかっていうと、こういう対策陣形の配置の方がおそらく K さんはスパネクやりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、この攻めの場合どうやるかっていうと、ですね、ここをやっぱり折っていくんですね、ここ。なので、ライトニング5発プラスクエイク1発で足りちゃいます。で、折っていって、グランドオーデンのオーデヒーで、ここにこう、つなげるような、一回カットを入れて、からこちら、12時方面からスパネク展開して、壁をこう、突破していきながら、攻めていきます。
ーネクロマンサー対して、今スーパーウォールブレイカーを使えるような環境がめちゃくちゃいいんですね。ライトニングプラスクエイクでも呪文6枠今回も使っちゃってるんで、ランプの呪文本来なら1枚ぐらいしか持っていけないっていうのがよくあるパターンになると思うんで、まあ、自分ならフリーズ2枚ぐらいどうしてももう持っていっちゃうんで、ジャンプの呪文1枚にしちゃいたくなるんです。だった場合壁どうすんのっていう話じゃないですか。で今までだったらこういう壁を、普通のウォールブレイカーとかで上げなきゃいけなかったんで、ワンチャン事故って全部流れちゃうみたいなことが、まあ、往々にしてあったんですけど、今スーパーウォールブレイカーとスーパーネクロマンサーダブルで使えちゃうので、これが美味しいんですね。確実に壁を殴り焼き、かつ、スーパーネクロマンサーがそのまま、その、なんていうか壁内にこう入っていけるこの環境は非常に今スパネク環境としては熱いですよね。レイジをかけてこの壁を殴り上げていくのかなと思ったんですが、東海社とかを出してるんで少しこう時間取ったみたいですね。ここ本来ここは殴り上げるんじゃなかったのかと思ったんですけども、ジャンプの呪文を使っていっていますね。ちょっとはい、来ました、これジャンプポン。さあ多分ねこれね、 K さん迷ったんだと思います。本当は殴り上げさせようと思ったんじゃないのかなと思うんだけど、開いちゃった壁がですね、壁開いちゃったんですね、ここ。なのでそうするとここもうスティーもスパネクが流れちゃってるじゃないですか。でこうなっちゃうともう押し1のリスクがあるんで、慌ててここにジャンプ打ったっていうパターンじゃないのかなというふうに推測しています。で中央部分、やっぱスパネクとはいえでもですね、ヒーラー1体とかになっちゃうとなかなか、耐久しきれないですね。そのままスパネクやられちゃって、アーチャークイーンもクローク発動してクロスボウまで折ったんですけども、残念ながら投石までは折れずというところ、ジャンプ1枚ちょっと腐っちゃった形になるんですけども、ロイヤルチャンピオンがここからいい仕事をしてくれます。マルチインフィルの手さにここの宝石木まで折っていってくれるんで、こいつがとても優秀でした。まあ、そうなってくると外周しかあとはもう施設が残ってないんで、それをスパネクが、ね、回収しきって終わりと、まあ、ほぼほぼそんなような形に、仕上がっていった。いや、すごいですね。このロイちゃんがやっぱ最後まで生き残らせられるような仕事をするっていうのが、まあ、前回のミソだと、Kさん言ってましたけども、まあ、最終の最後、ここで落っこちたりはするんですけども、ほぼほぼまあロイちゃんが最後までいい仕事をしてくれましたよね。まあ、ここで落っこってしまっても、ここからですよ、こわーってこう歩いてきたんだから、まあ、十分ですよね。で最後この外周壁に含まれてね、爆弾っていうのは完全に、残ったスーパーネクロマンサーがカットしてくれるという形ですね。カットっていうか、まあ破壊かな。はい、まあ、壁の中やっぱ残してそこからスパネクが撃たれちゃうっていうケースが、まあ、一番嫌なので、そうさせないように、ロイヤルチャンピオンを最後まで生かすという意味ですね。でもう一個、次回廊ですね。この回廊がすごく、僕も好きじゃないんですけども、 K さんも嫌いって言ってましたが、うん、個人的にはこの回廊の取り方すげーうまいなと思って、むしろ、一つの鉄板になるんじゃないかなっていうぐらいに思いましたね。この回廊にスパネク合いますよ多分。もうぜひぜひちょっと、どんな風に攻めるのか考えながら見てほしいんですけども、まあどうしよう、プラン言っちゃうか。言ったのが分かりやすいね。どういう風に動かすかを考えてもらって。ここライトニングで折っていきます。まあ、先ほどと同様ですね。外周までこう、各カットを入れていって、でスパネクはこちら側ですね。で、壁ここを開けていきます、ここ。ウォールベーカー2個持ってる。2層と開けていって、壁の中にこう入れていくんですね。で、外周はキングを回して。まあ、いう感じの攻め方ですね。でタウンホールに対しては突撃艦をこのぐらいの角度からグッと入れていきます。でタンフォロー、あというかもうスパネクがこの壁の中に入ったしね、勝ち確ですよね、ほぼほぼ。スーパーネクロマンサーヒーラーついた状態でばらける心配がないゾーンに入っちゃったら、もう止められるわけがないというか本当に。でここはちょっとね、危なかったですね。スーパーネクロマンサーやられかけてたので、はい、素晴らしい判断ですね。速攻でレイジを離すことによって、レイジヒーラーでグランドウォーデンがやられないようにサポートしたから、かつ、その後来るスーパーガーゴイルたちを、レイジヒーラーの形で、スーパーネクロマンサーやられずに守っていたという形ですね。中央部分にしっかりと、スーパーネクロマンサーが入り、外周には手持ちの3体の、ネクロマンサー、スケルトンを放出しながら、キングしてますね。ここからカットするように入っていた突撃艦がそのままタウンホールに向かうんですけど、ここでトームかけていきます。こうすることによって、今ホーミング食らってましたけども、こういうの無効化して確実にタウンホールに動かすことができます。さらに、この火力が集まるゾーンでスーパーネクロマンサーヒーラーたちが一旦無敵になるので、体力の回復してくれるんですね。減った体力を、ゼロに戻してくれる、ゼロゼロっていうか振り出しに戻してくれる感じなので、まあ、体力減ったところで使うのが結構スパネクを使う場合のいい使い方かもしれない。序盤に使って
ユニットをやられないように守っていくっていうんじゃなくて、中盤ぐらいに使って傷ついたユニットを回復させるのにトームを使っていく、この発想の多分その違いは結果に大きなその、まあ、差を生むんじゃないかなっていうのはちょっと見てて分かった気がします。まあ、自分も使うときにはそれ意識したいですよね。この時点でですよ、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、ババリアキング完全に能力残した状態でいってますね。ヒーラーもいるし、スパネクもまだ4体かな3体か生き残ってるし、もう勝ちパターンに完全に入ってますよね。まあ、ロイちゃんは最終的にここでちょっと、シングルインフェルノの竹を食らってしまうんですが、まあ別にここまで来たらどうってことないですね。起こったところでもうスパネクとアーチャークイーンとキングが能力残しちゃってる状態でいるので、キングこの能力発動、これ完全にもう回収用の能力ですね。アーチャークイーンはクローク残した状態で全開ということ、非常にお見事ですね。素晴らしい綺麗な回路の破壊の仕方で、もう多分これテンプレの攻め方にしてもいいんじゃないかって気がします。多分10回やっても9回9割5分成功する気がします。この方すごいよね本当に。これがパーフェクト取るスパネク使いですよね。で、ですね、もう一個見てみましょう。これ、6の2番。これもね、対策陣っぽいな感じなんですけども、やっぱ、Kさんが目をつけるのはカットしやすいところ、かつそこからタウンホールにどうやって入りに行くかってところですね。ここすごく気にしてるので、でここの、ね、部分っていうのに、クエイクライドニングを置いて、グランドボーデンを置いて、ここをつなげていきます。でシングルフェルのターゲットを食らいたくないので、ここですね、ちょっと気をつけながら、カットをして、これでも慎重にやるところも大事ですね。やっぱりこれ、シンクインフェルノとか、あとは、対空砲、こういったもののダメージをヒーラーが負っちゃったりなんかすると、後のパーネックパートにだいぶ響いてきちゃうので、そういうところは、慎重にやります。多少斜めから入っても別に壊すべきものが壊せていれば、スパニックが勝手に進行してくれますからね。キングからのネクロマンサーを出していって、外周壊しのスーパーウォールブレーカー2体で壁を開けていきます。まず1層目を破壊して2層目まで開けていく。でそのままスーパーネクロマンサーは空いた壁に入っていてホールにリーチしようというところですね。非常にこのカットがうまかったですね。このタイミングっていうのはもうこれは何度もやって慣れるしかないですね。スパーネクの進行するスピード、バーバリアンキングの進行するスピード、そこに、テスラがあるのか金山があるのか、エリクサーポンプがあるのか、ないしはダックエリのタンクがあるのか、こういったいろんなものが、スピードの差を生むので、誤差が生じて失敗するっていうケースが、まあ、往々にしてあるんですけど、こういうところですよね。しっかりと時間配分っていうのを、そのサイドカットの配分はほとんどもう感覚的なものだと思うんですが、見るっていうのがすごく大事かなという。はい、ロイヤルチャンピオンにホグライダーを合わせるっていうパターンを狙ったのかな。なんか、ホグライダーが中から出てきましたね、同化兵じゃなくて。全部行っちゃったんで、ほぼほぼ仕事をしなかったですね。多分狙い的には、こちらにこう流していくような狙いがあったんじゃないかと思う。まあ、その代わり、さっきも見てもらいましたが、壁を本当にね、簡単にこのビッグボーイとスーパーネクロマンサー殴り上げちゃうので、まあ、その、仕事の回あって、中央部に完全にスパネクが入り込みましたね。で、入り込んだ後ろにヒーラーがついてるんで、もうこれは止まる要素なしと。いうところで頑張って防衛が一生懸命ビッグボーイを倒すんですけども、その後後ろに控えているスーパーネクロマンサーまでは倒しきれずという形で、外周からはアージアクイーン、ペッカ、ビザード部隊ですね、あとネクロマンサーもいるのか、ガンガン生き残って、中央部分にはもうまできるのを見て、これ壁をさゴン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 、ほらこれレベルマックスの壁なんですけど、ゴリゴリ殴り上げるんですよ、こんな感じで。で後ろからヒーラーがついてるから全然体力減りもしないし、でこれで突破していって最後の深くに合流して迫っていくという感じですね。いやーお見事ですよね。なんかこうやって見るとこれ人の形になってるのかな、見たことない。これが胃でさ、これが手でさ、これが足みたいな、男性と女性とかなんかそういう抱き合ってる姿、いやまさかね考えすぎか、さすがにそれはねえだろうな。ではラスト見ていきましょう。これで K さんがパーフェクトを決めました。ちなみに僕がこのパーフェクトを決める最終戦 99% で受けて、おーとこうね、はい、これ押し込んでいるところで、一気に攻めたのが K さん、取ってくれたんですね。素直に嬉しかったですよ。やっぱり仲間がパーフェクトっていうのは、クランとしても喜ばないわけがないですね。同じような攻め方をやっぱりしてくれます。ここ、ライトニング、グランドウォーデンヒーラーからの、スパネックですね。ここをカットして、で一番高いその、この
アルチインフェルノとかウィストとかにはどうしても、ね、ダメージが入りきらないんですけども、周りの大砲とかをまず壊して、この施設も瀕死状態にしておきます。こうすることでこのグランドウォーデンが一発入れるたびに、施設を壊してくれる、ポンってウィストを壊してくれました。でここからガーゴイルでカットをちょっと早めて時間の、ね、節約をしながら、このボムタワーもマルチに入れるのもグランドウォーデンの一撃で壊すことができる。でそうすると晴れてカットが完成するわけですね。だったらタウンホールがやっぱりこっち側北方面にあるので、スーパーネクロマンサーはタウンホール側から出していって突破していくという形になっていく。でスーパーネクロマンサー一気に出して後ろからアーチャークイーンかの順番ですね、すかさず、ジャイタテからのバーバリアンキング、さらに、ネクロマンサー3体持っていってるのを、こちらから追加していき、キングとして歩かせていって、さらに投影者も打っていって外周カットしますね。クロスポ4機あるので、ここはやっぱ重たいですから、しっかりとペッカとガバキンの仕事を合わせていく。でしっかりこれね、綺麗にカットが決まってるんで、スーパーネクロマンサー4体とも中に入っていくんですね。で、相手のストライカーが出てきましたけども、やっぱりこれスパネクが、いとも簡単に処理してくれます。ポイズンで進行遅くなって、ヒーローたちに届く前にもスパネクが処理してくれるんで楽勝ですね。ババキンはフィスト発動して、ここにあったクロスボウ4機を完全に折り、中央部にはネクロマンサーが、ヒーラー引き連れて入っていく。これだけはもうガンガン暴れまくります。このくらいの時点で、これはもう行ったなって、もう僕思っちゃいましたね。ボグライダーが出てきて外周こうガン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 行くじゃないですか。後ろから当然ロイヤルチャンピオンもついてくるわけなんですけども、もう盤石の形ですね。中央部分で、スパネクがヒーラーを引き連れてターゲットを取っていきながら、後ろから、ホグライダープラスのロイヤルチャンピオンで外周を刺していくということで、そのまま一気に外周まで、このユニットたちが、押していってくれます。このバルーンは持たなかったかな。本当こっち打った方が良かったんじゃないか。まあ、今更ながら思いますけども、まあ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 、全然そんなね、細かい話ですよね。ここまで来たらもう完全に、ロイヤルチャンピオンウィニングロード真っ白って感じで、ね、走っていきます。アーチャートを壊した瞬間かな、ここでフォーミングシュートを発動して、ゴンゴンゾンと、に高火力帯の、ゾーンを突破していきながら、あとは、最後残ったダクエリのタンクを、こっちか壊しておしまい。いやー、お見事。パーフェクトです。すべてスーパーネクロマンサーだけでのパーフェクト。これは価値のあるね、本当に実績なんじゃないかなって気がしますよね。だから、少なくともチャンピオンのリーグにおいて、7試合やりますけども、すべてスーパーネクロマンサーで取れるだけのポテンシャルがこいつらにはあるってことですね。しかもそれライトニングスーパーネクロマンサーっていうこと見えません。まあ、一個はやっぱりそのサイドカットをどこから入れていくかっていう、その入り方の場所の選び方だったり、あとは、スーパーウォールブレーカーをしっかり使ってジャンプの呪文を節約する攻め方っていうのがやっぱポイントになってくるのかなと思うんですけども、この辺が抑えられると、こういったですね、素晴らしい攻めができるようになってくると思いますので、ぜひ今回の動画参考にしてもらえたらというふうに思います。これで本日の動画を終わりにしたいと思いますけども、ここまで見ていただきまして本当にありがとうございます。ご参考になりましたらぜひですねグッドボタン押してもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。励みになりますので、またチャンネル登録なさってない方いらっしゃいましたらぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。これからもですねタウンホール11から13幅広く、クラン体制の動画を扱っていきたいというふうに思いますので、今後ともぜひご視聴いただけたら大変嬉しいです。では長くなりましたが本日の動画これで終わりにしたいと思います。Kさんおめでとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。